霊夢は軍艦島を知っているか？知っているわ。確か映画の舞台やロケ地にもなっていた島よね。独特の雰囲気や廃墟があることから、軍艦島は映画のロケ地になることも多い。だから、霊夢みたいに存在を知っている人は多いんだぜ。でも軍艦島がなんで廃墟になったか、もともとは何のための島だったかは、知っているかな？そういえば、名前と廃墟があることぐらいしか知らないわ。今日はそんな軍艦島について、島の発展の歴史や、当時住んでいた人たちの生活、そして島にまつわる暗い噂についても紹介していくんだぜ。いつから廃墟になってしまったのかとか、確かにすごく気になるわ。ぜひぜひ教えてちょうだい。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に、軍艦島の基本的な情報について紹介していくぜ。軍艦島は、長崎県長崎市にある島だ。軍艦島というのは実は通称で、本当の名前は端島というんだぜ。軍艦島って通称だったのね、知らなかったわ。端島はもともとは何もない、小さな島だった。だがある時偶然石炭が見つかったことで、だんだんと人の手が入るようになっていき、最盛期には当時の日本からすれば近未来都市のように発展した島になり、軍艦島と呼ばれるようになっていったんだ。石炭がきっかけで栄えた島だったのね。長崎半島から約 4.5km 離れたところに浮かぶこの島は、もともとは南北約 320m、東西約 120m の小さな瀬だった。しかし炭鉱として開発されていき、1897年から1931年までの間に6回もの埋め立て工事が行われ、その大きさはもともとの大きさの、なんと約3倍にまで拡張されている。すごく大きくなったわね。軍艦島は最終的には南北に約480メートル、東西に約160メートル、面積は約 6.3 ヘクタールにもなったんだぜ。島の中央部には岩山が南北に走っており、その西側と北側、および山頂には住宅などの生活に関連する施設が、反対の東側と南側には炭鉱関連の施設があったんだぜ。私が映画で見た廃墟部分は、多分住宅の跡だったのね。軍艦島の基本的な情報はよくわかったわ。次は、炭鉱として発展した経緯について詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ軍艦島が炭鉱として栄えた経緯と歴史について詳しく話していくぜ。1810年頃、とある漁師がたまたま軍艦島で石炭を発見したことが、すべての始まりだったとされているんだぜ。今から200年以上も前のことね。そこからすぐに炭鉱として開発されたの？いや、最初は漁師たちが漁業の傍らで、磯掘りと称して小規模に採炭する程度だったんだ。最初に業者が事業として採炭に着手したのは、1869年頃。しかし軍艦島は台風の影響を強く受けることからなかなか事業はうまく進まず、この業者は1年ほどで採炭を廃業してしまったんだ。その後も3社ほどが採炭に着手したものの、同様に台風の影響で廃業に追い込まれてしまったんだ。九州地方、そして小島とくれば、台風の直撃は相当な被害になるものね。採炭に必要不可欠な坑道、第一立坑が無事に完成したのは1886年のことで、実に発見から70年以上経ってからのことだった。この時に石垣を築いた機械置き場や、除炭場も同時に完成したことで、炭鉱としての形がやっとでき始めたんだぜ。発見からは70年、業者が注目し始めてからは17年以上も経ってからだったのね。軍艦島が大きく発展するきっかけとなったのは、1890年に三菱財閥がこの島を炭鉱ごと買い上げたことだった。当時の島の所有者は旧鍋島藩の藩主だったんだが、三菱財閥は10万円で島を買い取ったんだぜ。1890年って、明治時代よね。当時の10万円って、現代で換算したらいくらぐらいになるのかしら？比較は難しいが、明治時代の小学校の教員の初任給が8、9円だったことを踏まえてみると、当時の1円は、現代での2万円ぐらいの価値があったと考えられる。ということは2万円かける10万だから、20億円ってことね。炭鉱付きの島の相場がわからないけど、安い金額じゃないことは確実ね。買い取られて以降、軍艦島は100年以上にわたり三菱の私有地になったんだ。買い取り翌年の1891年から本格的に石炭の採掘が開始され、1895年には第二立て坑、1896年には第三立て坑が続々と完成し、軍艦島の出炭量は、当時勢いのあった高島炭鉱を抜くまでに成長したんだぜ。本格的に採掘が始まってから、わずか数年で急成長を遂げたのね。軍艦島で産出した良質な石炭は、福岡県の八幡製鉄所などの原料炭に使われ、
日本の近代化を進めるのに欠かせないものとなっていったんだ。そのため軍艦島で働く人々の労働環境や、その家族が島に住めるように、どんどん島の開発が進み、設備が充実していったんだぜ。島の炭鉱に毎日本土から通うとなるとすごく大変だから、島に住めた方が合理的ではあるわね。でも炭鉱で働く人たちの生活って、正直そんなに良くないイメージがあるわ。安いお給料で働かされて、島だから買い物にも苦労して、って感じじゃないの？ところが、全然そんなことはなかったんだぜ。軍艦島で働く人々は全て三菱の直轄の労働者だったから、彼らの社宅などは全て三菱が用意した。最短のために大量の労働者を抱え込みたい三菱だが、島の面積には限りがある。そこでより多くの労働者が住めるよう、日本初の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅が軍艦島に作られたんだぜ。映画に出てくるあの廃墟は、日本初のマンションの名残だったのね。島にできたのは社宅だけではないんだぜ。炭鉱で働く人の子供たちのための保育所に小中学校、病院や床屋などといった生活に必要な施設、人々の娯楽となる映画館や、チェンソー、ビリヤードにパチンコ、緑と接する機会を増やすために、建物の屋上にはこれまた日本初となる屋上庭園が設けられたんだぜ。想像よりもずっと充実していたのね。でも、やっぱり買い物は不便だったんじゃない？三菱はユーガオマルという車線を所有していて、1日に3回、長崎と軍艦島を往復する便が出ていたから、島の外に買い物に行くことも普通にできたんだぜ。それにわざわざ島外に行かなくても、三菱が経営する購買会というのがあって、島民は食品、医療品、化粧品、タバコ、時計、その他の生活雑貨など生活必需品や嗜好品を、市場価格よりも安く手に入れることができたんだぜ。本土よりも安く買えたの？さすがの三菱財閥ね。他にも島には生協もあって、健康器具の販売キャンペーンが行われていたり、島外からもハサミや包丁の研ぎや、傘の修理や、金魚屋などが訪れていて、買い物に不便することはまずなかったと考えられるんだぜ。本土のその辺の田舎なんかより、ずっと便利な暮らしができていたのね。でもお給料はどうだったのかしら？炭鉱で働く人たちのお給料は、かなり良かったんだぜ。昭和47年の記録を見ると、炭鉱で働く人のお給料は約20万円。この当時の一般的な新卒社員の初任給が5、6万円だったというから、軍艦島の給料は相当高いことがわかるんだぜ。現代の新卒初任給が20万だとしたら炭鉱の人は月給80万円以上はもらってたことになるのね。年収1000万円近くある、むしろ日本の中でもかなりのトップ層の高給取りだったのね。しかも社宅にかかる費用はほとんど三菱が出していたからな。住居費がかからないことを考えたら、現代の年収1000万円以上の人の生活水準だったと言えるだろう。当時の軍艦島の富裕っぷりを示すエピソードに、テレビの普及率があるんだ。テレビ？1958年当時の記録を見ると、日本のテレビの普及率は、全国で 10% 程度だったことがわかる。昔はテレビは高級家電で、お金持ちしか持っていなかったのよね。そう、テレビはある種、経済力の象徴でもあったわけだ。そしてこの全国の 10% という普及率に対し、なんと軍艦島のテレビの普及率はほぼ 100% だったと言われているんだぜ。100%?軍艦島で働く人たちは住居費もかからないし、生活必需品も安く手に入る。その上高給取りときたものだから、お金を使う場所がなくて困るなんてエピソードもあったぐらいなんだぜ。だからほとんどの家庭において、テレビを所有することはもはや当たり前の感覚だったと考えられるんだ。お金を使う場所がなくて困るなんて生活、一生に一度でいいから経験したいものだわ。こうして石炭により急発展を遂げた端島は、高層マンションが立ち並び、煙突から煙を上げる姿がまるで軍艦に見えたことから、軍艦島と呼ばれるようになっていったんだぜ。近未来都市軍艦島はこうして誕生したわけね。それにしても話を聞けば聞くほど、軍艦島での生活に憧れちゃうわ。もしタイムスリップができたなら、ぜひとも軍艦島に移住したいところね。確かに数多くの日本初があったり、島民の生活水準が高かったことからも軍艦島は華々しく見えるんだが、実は暗い噂や歴史もたくさん抱えているんだぜ。そういえば最初にそんなことを言っていたわね。こんなに素晴らしそうな島なのに、一体どんな暗い側面があるのかしら？気になるから、そこのところもぜひぜひ教えてちょうだい。軍艦島の暗い噂としてよく挙げられるのが、朝鮮人を強制連行してきて働かせていたというものだ。
1910年から日本は朝鮮半島を統治しており、朝鮮半島は日本の一部のような扱いをされていたんだ。だから、朝鮮半島出身の人々も軍艦島で働いていたということは、別におかしなことではない。問題は、彼らが無理やり朝鮮半島から強制連行されてきて、働かされていたという疑惑があることなんだ。もし本当なら、とてもじゃないけど人道的に許されないことね。しかしこの疑惑については曖昧な部分も多く、強制連行されてきたという話もあれば、軍艦島での労働条件を理解した上で自ら応募してきたという話もあるし、真実は定かではないんだ。一つだけ確実に分かっていることは、炭鉱での労働はとても過酷なものだったということだ。炭鉱で働くのって、やっぱり大変なの？ああ、福利厚生や島での生活は充実していたものの、炭鉱の労働内容自体は変わらず厳しいままなのが実情だった。軍艦島の炭鉱は24時間稼働しており、労働者たちは12時間の2交代制、あるいは8時間の3交代制で働いていたんだ。この時代に24時間の稼働って、すごいわね。軍艦島での労働はとても過酷なもので、島から泳いで逃げ出そうとした人も少なくなかったんだぜ。え、でも軍艦島から長崎までは 5km 近くあるんでしょ？ああ、疲れた体でその距離を泳ぎ切ることができなかった人ももちろんいて、海で命を落としてしまった人もたくさんいるんだぜ。そんな、それに炭鉱で働くことの恐ろしいところは、単純に肉体労働が過酷であることだけじゃない。炭鉱の崩落や、ガス漏れなど、命を簡単に落としてしまうような事故もたくさん起きていたんだ。高級ではあるけれど、その分とても危険な仕事だったのね。軍艦島には確かに朝鮮人が多く働いていて、彼らが過酷な労働環境に置かれていたのは事実だ。しかしその労働環境の過酷さは日本人も同じだったと言えるから、朝鮮人を人種差別していたということはない、って意見もあるんだぜ。日本人だから楽できてた、ってわけではないのね。日本人が朝鮮人を差別していたわけではなかったと考えられる理由は他にもあって、その一つが遊郭だと言われている。遊郭？軍艦島には遊郭もあったの？遊郭といっても、塀で囲われた車状のものではなく、単体の店、つまり遊女屋に近い形だったもののようだが、島民たちは遊郭と呼んでいたみたいだな。遊郭はそれぞれ小規模ではあるものの何軒か存在していて、その中の一つは朝鮮人専用として営業していたらしい。そうやってお店を開けていたことが、差別だって言われているんじゃないの？差別というよりは、言葉の問題が大きかったからみたいだぜ。みんながみんな、朝鮮語と日本語の両方を使えるわけじゃないからな。朝鮮語がわかる遊女がいるお店を朝鮮人専用とした方が合理的と考えられただけで、差別の意図はなかったように思えるぜ。第一、本当に朝鮮人を差別していたなら、すべてのお店で朝鮮人を断りとするのが自然な流れじゃないか？言われてみれば確かにそうね。強制連行があったかどうかは定かではない。しかし、軍艦島に来た朝鮮人が過酷な労働環境の中で命を落としたのは事実だ。しかしそれは朝鮮人に限ったことではなく、日本人の労働者も同様の状況で、そこに差別の意図はなかった。だからこそ、炭鉱労働者たちの慰めとなる遊郭を、朝鮮人も日本人と同様に利用することができていた。朝鮮人は強制連行されていたという主張に対して、こう反論する人も少なくないんだぜ。日本人も朝鮮人も関係なく、みんな大変な仕事をして、時に命を落とすこともあった、って話だったのかもしれないのね。軍艦島にはこうして炭鉱に携わって命を落とした多くの人たちを悼むために、慰霊碑も作られているんだぜ。とても悲しい話ね。確かにこれは、軍艦島の負の側面だわ。こうした負の側面を抱えつつも、軍艦島は確実に発展していき、日本でもトップクラスの炭鉱として成長していったんだぜ。なんだかんだありつつも、もはや敵なしって感じがすごいわよね。でも、現在の軍艦島は廃墟になっているじゃない？こんなに勢いがあった島なのに、一体どうして今の姿になってしまったのかしら？そうだな、次は軍艦島の衰退について紹介していくことにするぜ。よろしくお願いします。飛ぶ鳥落とす勢いの軍艦島の発展を止めたのは、エネルギー革命だった。1950年代に中東やアフリカで相次いで大油田が発見されるようになり、世界的に石炭よりも石油が使われるようになっていったんだ。石炭はもういらないって流れになってしまったのね。日本各地で炭鉱が縮小されていく中、軍艦島の人口も急速に減少していった。三菱は空き部屋を改築して住民の住宅状況を改善したり、
新興を開発して一時的に石炭事業を盛り返したりもしたんだが、1970年代以上のエネルギー政策の影響を受け、結局は軍艦島の閉鎖を決定したんだ。さすがの三菱財閥でも、世界のエネルギー革命の流れには逆らえなかったのね。軍艦島の炭鉱は数百万トンの石炭を中に残したまま、1974年1月15日に閉山。この時、島にはまだ2000人ほどの住民が住んでいたが、彼らも同年4月20日までに全て島を離れていったんだ。そうして軍艦島は無人島になった。ってわけね。軍艦島に住んでいた人たちは、その後どうなったのかしら？正確な記録は見つけられなかったが、三菱財閥や行政が再就職先や移住先の斡旋をしたと言われているぜ。ただし2000人もの人を一気に受け入れられる会社やコミュニティはなかなかなかっただろうから。島に住んでいた人は日本各地に散り散りにならざるを得なかったと考えられるな。それまでは島の濃密なコミュニティの中で暮らしていたわけだから。いきなり新天地に行って馴染むのは大変そうね。軍艦島に住んでいた子供たちは、特にそうだっただろうな。アットホームな島の学校から、突然他の学校に転校になり、戸惑う子も多かったみたいだ。大人たちにとっては、軍艦島は一時的に住んでいた地域という感覚だったのかもしれないが、ここで生まれ育った子供たちにとっては、軍艦島はふるさとと言っていい場所だった。炭鉱閉鎖後の軍艦島は上陸が禁止されたから、子供たちはふるさとを訪れることすらできなくなってしまったんだぜ。ふるさとに帰ることができないなんて、とっても寂しいことね。日本の近代化を支え、近未来都市としても栄えた軍艦島は、こうして静かに幕を閉じたというわけなんだ。あれだけ栄えた島でも、終わる時はあっという間に終わってしまうものなのね。最後に軍艦島の現在と、これからの話をしようと思うぜ。軍艦島は1974年に閉鎖して島民が出て行ってから、今もずっと無人状態なのよね。ああ、そうだぜ。軍艦島は三菱グループの会社、三菱マテリアルが所有していたんだが、2001年に高島町に無償譲渡され、その後高島町が長崎市に編入されたことに伴い、現在は長崎市が所有しているんだぜ。長年人の手が入っていなかったから建物の老朽化が進んで危険なこともあり、軍艦島への立ち入りはずっと禁止されていたんだ。確かに、いきなり廃墟のマンションが崩れたりしたら危ないものね。その後は報道関係者限定でたまに上陸が許され、島の中の様子がメディアで紹介されることもあったんだぜ。その後島内の一部ではあるものの、ある程度は安全面での問題が解決されたこともあり、2009年からは島の南部に整備された見学通路に限り、観光客が上陸、見学できるようになったんだぜ。軍艦島に再び上陸できるようになったのね。閉鎖当時小中学生だった人たちも、久しぶりにふるさとを訪ねることができるようになってよかったわ。2009年の解禁以降、軍艦島には多くの観光客が訪れているんだ。まず解禁後の1ヶ月で4601人、その後も半年間で34,445人、1年間で59,000人、3年間で275,000人と、訪れる人の数は好調に伸びているんだぜ。この軍艦島上陸ツアーによる経済波及効果は65億円にも上ると言われているんだ。これは地元にとっても、嬉しい効果ね。その後は霊夢も知っていたように、軍艦島はその独特な雰囲気から有名漫画作品の実写映画のロケ地として利用されたり、軍艦島そのものがテーマの映画が作られたりもしているんだぜ。私みたいに、映画をきっかけに軍艦島のことを知った人もたくさんいそうよね。さらには NPO 法人軍艦島を世界遺産にする会も発足し、たくさんの人々の働きかけもあって、2015年には、明治日本の産業革命遺産製鉄製鋼、造船、石炭産業として、世界遺産にも登録されたんだぜ。一度は活気が消えてしまった軍艦島が、再び輝き始めてきているのね。軍艦島が新たな観光名所として脚光を浴びるのは、地元長崎の人たちにとって喜ばしいことではあるんだが、一方で軍艦島の崩壊へのカウントダウンも問題視され始めているんだ。カウントダウン？ああ、最初の方でも説明したが、軍艦島は地理的に台風の影響をとても受けやすい島だ。確か昔は、台風のせいでいくつもの業者が採炭ができなくて廃業に追い込まれたんだったわね。島の廃墟は雨ざらしだし、たとえ台風がなくても、人の手が入らない限り、老朽化は加速していく。実際2020年の3月と6月には、鉄筋コンクリート造りの元住宅の一部が崩落したことが確認されているんだ。そういえば軍艦島の鉄筋コンクリート造りの住宅は、日本で最初に作られたものだったわね。逆に今まで残っていた方がすごいのかも。
でもさ、単純な話だけど、壊れていっちゃうなら修繕すればいいだけの話なんじゃないの？簡単に言ってくれるが、修繕どころか詳細な現状把握すらも難しい状況なんだぜ。現況の調査には危険が伴うし、膨大な時間もかかる。ドローンを利用したり、3D スキャナーを応用した調査も提案されてはいるが、そうすぐには問題は解決できないんだぜ。それに、そもそも軍艦島の保存についても、人々の意見が分かれているんだ。どういう意見が対立しているのかしら？自然に朽ち果てていく姿を見守りたい派と、補修補強をして現状を維持したい派だな。現状保持には莫大な費用がかかることから、自然に任せたいという考えの人が多いようではあるけどな。どちらの意見もわかるわね。自然に任せるのが一番な気もするけど、貴重な観光資源として取っておきたい気持ちもあるし。実際のところ軍艦島は国指定の文化財になっているため、長崎市としても完全に放置するというわけにはいかなく、軍艦島の整備のために税金から予算がちゃんと組まれているんだぜ。けど、台風や老朽化の速度を考えると到底十分とは言えない金額であるため、長崎市は軍艦島整備基金を設立して、ふるさと納税なども活用して長崎内外から資金の調達に励んでいるんだ。軍艦島が世界でも唯一無二の存在であることは確かだもの。軍艦島を愛する全ての人にとって、納得のいく形になることを願うばかりね。さて、今日は軍艦島について紹介してきたんだぜ。軍艦島って名前だけしか知らなかったんだけど、すごい歴史を持った島だったのね。将来についての課題を抱えている島ではあるが、独特の雰囲気を秘めた、素敵な島なんだぜ。興味を持った人は、ぜひ見学クルーズに行ってみてくれよな。私もぜひぜひ行ってみたいわ。それではご視聴、ありがとうございました。